名前は林小一郎です。Facebook とか、また Instagram とかの、まあ、表示されている広告の運用を、個人事業主としてやっています。広告の仕事をしていて、まあ、広告ってそのパッて画像だけじゃなくて、まあ、動画とかもあると。でその動画で、まあ、一応動画の勉強も少しずつやっていて、まあ、YouTube とか見ているときに、まあ、ドローンってワードがあって、このドローン使って何か広告とかに活かせないかなと思ってドローンの知識つけたかったので、まあ、スクールに通おうと思いました。まず、まあ、もちろんいろんなドローンスクール調べたんですけど、一応インストラクターの方々のプロフィールとか、まあ、ちょっと載ってたのでそれを拝見させていただいて、とにかく丁寧に教えていただけるんじゃないかなって印象があったので、お台場でお願いしようと思いました。まあ、正直まあ、ドローンって、まあ、ゲーム感覚なのかなと、コントローラーでやると、で実際にやってみるとやっぱり難しい。ゲーム系だとこうスティックをこう思いっきり傾けたりとかすれば、まあそれ通り動くんですけど、やっぱこう細かい動きとか、まあ、その絶妙な感覚、力感覚がやっぱり難しくて、まあ、苦戦したんですけど、結構丁寧に教えてくれました、うん、あとは今良かったですよって褒めてくれるので、やっぱそれは多分どの人も嬉しいんじゃないかな。褒めてもらえるとその肩感覚って多分忘れないんで、でもうちょっとこうした方がいいですよって説明がすごく優しくて、まあ、モチベーションは維持できたから、うまくいかなくてもこうすればいいんだすごく助かりました。まあ、広告の勉強もとしているので、一番は空撮の勉強をで空撮の仕事をやっていきたいかなと思います。もちろん、まあ、まずは空撮なんですけど、まあ、今後こうドローンとかどんどん勉強したりとか、テクニックがうまくいくようになったら、まあまあ、定点とかあればもうどんどん広げていきたいかなと思います。空撮でしたね。仕事もそうですし、どっかプライベート行った時とかにやっぱ資格あればあるほどやっぱ飛ばせるハードルっていうのはやっぱ持ってない人には下がると思うので、やっぱどっか旅行行った時とかこう撮って思い出として残したいなって、どっか行ったらどっかで飛ばしたいなって、あとはやっぱいろんなとこ行ってやっぱいろいろ許可とかこう警察とかいろいろ許可取りじゃないですけど、そういうのもやっぱやんないと分かんないけど、失敗しないと分かんないと思うんで、もう習うより慣れっていうかね、そういうのをやっていきたいな。僕自身はドローンっていう言葉をこう、まあ、YouTube とかで見てから、まあ、本当に 2,3 日ぐらいで、まあ、スクール通って決めたタイプなんですけど、やっぱり皆さんドローンって言葉自体は多分うっすら聞いたことあるかないかぐらいの方多いんですね。で、まあ、ちょっと自分でもやってみたいなと思う人もまあ一定数いると思うんですけど、独学でやると変な前つばな知識とかついちゃうので、やっぱりしっかり通ってちゃんとした知識をつけて、でもし例えばそれをお仕事にしたい人たちもいると思うので、そういったライセンスがあるとかこういう技術持ってますっていう、やっぱ企業とか仕事を依頼する側からしたらやっぱりこう説得力とか保険にもなるので、ぜひ通ってほしいと、あとはできるかできないかってやっぱ不安な方多いと思うんですけど、すごく丁寧に教えてもらえるし、ちょっとうまくいかなかったとかはこうした方がいい、で逆にうまくいったところはもうしっかり褒めてくれるので、やるならぜひ来てほしいですね。ここに行きましょう。